ミサイル防衛や敵基地攻撃能力を備えた海上自衛隊最強の護衛艦建造計画の情報をキャッチしました。今回はこの最新鋭イージスシステムを搭載する最新鋭イージス艦を詳しく見ていきますね。まさか護衛艦ヤマトの誕生になるのでしょう。最大級イージスです。今年2022年は年初より北朝鮮が数多くのミサイルの連続発射を行ったことで、日本を取り巻く安全保障環境、体制の中でこうしたミサイルに対する備えが問われたが、その後に世紀したロシア・ウクライナ戦争で霞んでしまった感もあった。2月24日に大型の予測を裏切ってウクライナへと侵攻したロシアの行いを目の当たりにして、今の世界である一定規模以上の国同士は直接の戦闘行為にまで及ぶ可能性は低いと考えられていただけに、その衝撃は大きかった。そんなウクライナ戦争も8月末頃からウクライナ軍の反攻作戦が強化され、これが行われるとすれば南部のヘルソン市の奪還が始めかと思われたが、東部の電撃的な反撃とまたしても多くの予測を裏切る展開が続いている。こうした展開によって一部のバフムト方面等を除いては攻勢をかけるウクライナ軍、守勢に回ったロシア軍という構図が定着しつつあるが、このような事態と並行して9月末からまたしても北朝鮮はミサイルの乱射を始めている。この動きの直接のきっかけは、9月26日から4日間の日程で行われたアメリカ軍と韓国軍との合同軍事演習であろうことは想像に難くなく、アメリカは実に5年以上行っていなかった海軍の空母打撃群の派遣をここで行った。今回の米韓合同軍事演習に派遣されたのは、ミニッツ級航空母艦のロナルド・レーガンらの空母打撃群であり、その狙いは核実験を北朝鮮が再開する兆しを見せていたことへの牽制とみられ、いつでも北朝鮮への攻撃を可能と示すものに見えた。これに対して前日の25日から北朝鮮のミサイルの連続発射が始まり、ついに10月4日にはこれまでの北朝鮮が発射したミサイルの中でも最長の飛翔距離を叩き出すこととなった大陸間弾道弾が日本列島の上空を通過し太平洋へと落下した。今回北朝鮮が発射した大陸間弾道弾は火星12号と呼称される形式のものとみられており、アメリカの太平洋の拠点であるグアム島までも十分射程距離内に収めていることから、アメリカに対する強い意思表示であることは明らかだった。また同時にロシア・ウクライナ戦争で一時は注目が薄れていた感もあった北朝鮮のミサイルの脅威について、日本でもその対処が問われる事態となっており、今後のミサイル防衛についてのあり方も改めて議論を呼んでいる。2022年現在、日本のミサイル防衛は海上自衛隊が持つ8隻のイージス護衛艦がまず対処する流れとなっており、これらの艦艇が搭載するリム161スタンダードミサイル3、通称 SM3 等の弾道弾迎撃ミサイルが、その責務を担っている。海上自衛隊では、現在は、金剛型4隻、愛宕型2隻、摩耶型2隻の合計で、8隻のイージス護衛艦を保有、運用しているが、中国に対する南西諸島の防備のためには、貴重なこれらの艦艇を、ミサイル防衛の任務のみからは外したいとの考えが強まった。さらに、こうした追中国を睨んだ、イージス護衛艦の活用という観点だけでなく、そもそも、艦艇の運用には、今でも充足に苦労しており、この乗組員の確保という、問題点が付きまとうことから、その代替策は、
陸上配備型のイージス・アショアが選択された。陸上配備型のイージス・アショアは、その特性から、日本では、陸上自衛隊の管轄下において、青森と山口の2カ所で、日本全体をカバーする運用が想定されていたが、ご存知のように、その計画は、急遽中止が発表される事態を迎えた。これは、イージス・アショアから、打ち出されるミサイルのブースター部分が、それを切り離した後に落下する地点を制御することが困難だと判明したためで、制御プログラムの追加開発も検討されたが、結局は白紙撤回が決定された。そこで、このイージス・アショアの代替策が検討された結果、最終的に採用されたのが、同兵器のレーダー部分等を、そのまま、専用の新造を行う艦艇に搭載する方式であり、いわばイージス・アショアの機能を海に浮かべることだった。このイージス・アショアの機能を搭載する新型艦艇については、前述したような既存の8隻のイージス護衛艦との混同を避ける意味で、イージスシステム搭載艦と呼称されることとなり、ここ最近では、その概要を示されている。イージスシステム搭載艦は、最大で全長が約210メートル、全幅が約40メートル、基準排水量が2万トン級とされており、海上自衛隊で言えば、航空母艦化が図られている出雲、片護衛艦に次ぐ規模艦を持つものとなりそうだ。ちなみに、最新鋭のイージス護衛艦たるマヤ型は、全長が約170メートル、全幅が約21メートル、基準排水量が8200トンであり、この仕様と比較すれば想定されているイージスシステム搭載艦がいかに巨大であるかは言うまでもない。イージスシステム搭載艦が、ことに、全幅が、広く排水量が多いのは、イージス・アショア用に調達を進めていた、アメリカのロッキード・マーチン社製の長距離索敵用のレーダー、AN、スパイ、7をそのまま転用する計画である、ためだと考えられている。もともと陸上に設置する、形式であったイージス・アショアだけに、そのレーダーである、AN、スパイ、7もコンパクトな設計ではなく、ましてや、既存の日本のイージス艦のサイズに収まる規格ではなかったというのが、最大の理由のようだ。そして、このロッキード・マーチン社製の、AN、スパイ7レーダーは、当時、陸上自衛隊が選定したものであり、海上自衛隊が準じているアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、レイセオン社製の AN、スパイ6レーダーを採用している。今後も、アメリカ海軍の主力の水上戦闘艦の座を、今しばらくの間継続すると、思えしきアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、その数からしても、既存艦への大量の AN、スパイ6レーダーへの換装も見込まれ、これによって、調達コストの低減も期待できる。しかし、日本のイージスシステム搭載艦は、現状2隻の新造が打ち出されているのみであり、アメリカが、多少、イージス・アショアの増強を図っても、数的には、AN、スパイ、7は、AN、スパイ、6に遠く及ばないやろうことは、想像に難くない。また、これに派生して、こうしたシステムは、メンテナンスとソフトウェアのアップデートが必須となるが、その点でも、今後主流となるの AN、スパイ6レーダーに対して、非常に AN、スパイ、7は手間がかかると考えられる点もデメリットであろう。だが、イージスシステム搭載艦の仕様として、こうしたレーダー問題にも負けずに疑問視されているのは、RIM-174 スタンダード ERAM、つまり、通称 SM-6 と呼ばれている、巡航ミサイルや航空機、そして追艦用にも、使用可能なミサイルの実装を標榜している点だ。さらには、この SM-6 に止まらず、イージスシステム搭載艦には、
国産の1不敵地対艦誘導弾の能力向上型を実装するとの案も伝えられており、弾道ミサイル、巡航ミサイル、対地攻撃と実に多くの兵装を施す可能性が囁かれている。本来イージス・アショアが担うはずだったミサイル防衛に空いた穴を苦肉の策でイージスシステム搭載艦を新造して対処すると思われていたものが、いつの間にか海上の移動基地のような重武装な艦艇に置き換えられているように感じられる。こうした兵装の面でも当初の想定にプラスアルファが多すぎて不安を感じるざるを得ないのだが、個人的には太平洋戦争以後全く実戦経験のない日本庫のような独自の兵装を施す艦艇を有用なものとして建造できるのかに疑問を覚える。